なんでここやねん。焼肉ならもっとええ店あるやんか。麻布とか六本木とか、それこそこの近辺にも。せやのになんでよりによってこの店なんや。喋ってんとお前も食え。シャバ最後の飯がカムロ町の、それも行きつけの店やなんてほんま惨めになってきたわ。なんで惨めになるんや。ほら早くあんと焦げてまうで。お姉ちゃんホルモン追加や。はい。最近食欲ないね。特に脂っこい肉は胃が受け付けん。カルビ一枚で白飯一合食っとった時代が懐かしいわ。もうあん頃には戻れんのかの。毎日がギラギラしとったあん頃には。はい、ホルモンです。何アフ抜かしとるんや。ほら食え。なんやこれ、丸焦げやないかい。そのホルモンと同じや。俺もお前も。あ、肉は焼きすぎたら刀ってもて食えたもんやない。せやけどホルモンは違う。焼かれてこそ価値があるんや。あ、焼かれて焼かれて真っ黒なるまで焦げて油落として味磨くんや。おう、うまい。ほんならこれはどうや。うえ、なんやこれ、生焼けかいな。食えたもんやない。そうや、生焼けのホルモンくらい食えへんもんはない。あ、もっと焼かれなあかんのや。俺らはいくら着飾っても、いくらええ生活しても、所詮ヤクザ。育ちのええ肉とはちゃう。俺らはホルモンみたいなクズっちゅうことか。そうや、せやから俺らはもっと焼かれなあかんね。焼かれてへんホルモンはただのゴミやからな。ゴミは焼かれて焦げて真っ黒なって、そんで初めて意味がある。極道はそんな当たり前のことも忘れてしもた。だからお前はもう一回勤めに出ると？約束したんや、桐生と。東上会をもう一度強要するて。そのためやったらあと一年や二年自分役くらいの覚悟はある。兄弟、俺が戻ってくるまでの間、お前しっかり店守っとけ。あの若い料理長そばで支えたり。大吾ちゃんのことが。あいつはええ腕持っとる。せやけど今あいつの周りは生焼けの連中ばっかりや。確かにな、今の東上会は組員の数やったら過去最大の規模になっとるが、その大半は戦争知らへん、肩に崩れの中途半端な連中ばっかりや。
今もし近江との戦争でもなってみ、逃げ出すんが正規の山やろな。ヤクザ気取って商売すんのもええ。せやけど金だけで生き残れるほど極道の世界は甘ない。最後は力や。せやからそれまで俺らが支えるんや。それが俺らが今もここにおる理由やからな。せやな。よっしゃ、ほな俺も腹いっぱい食うとくか。あ、はよ食べんと燃えかすになってまうやろが、いくらゴミ言うてもかすになってもうたら意味ないねんで。な、くそ、人がせっかくやる気になったっちゅうのに。おい姉ちゃん、特上ホルモン追加3人前。あ、いや10人前や。あよ持ってけ。くったくった、もうこれ以上入らんわ。で、これからどないすんの。夜にはお迎えが来よる。それまで町ブラブラするわ。そうか、まあゆっくりしたらええ。お勤め前最後の一日やからな。やり残すことないよ、しっかり遊んどくんやで。うん。おせや、ほな俺はあそこで待っとるわ。顔出してくれや。見送りさせてもらうで。あそこ、ほら俺とお前の思い出の場所やないか。バッティングセンターのことか。最後に一回くらい遊びに付き合ってくれてもええやんかな。ああ、わかった。
どないしたんや。調子悪いやないか。さっきお前にまずい肉食わされたせいや。ちゅうのは冗談で、最近前は打てた球が打てへんねや。ふん、目悪なったんちゃうか。お前は大丈夫なんか、兄弟。何がや。もう俺らも分かんない。たかが3年とはいえ、無所暮らしは体に応えるはずや。今からでも遅うない。俺の方からお上に異議申し立てして、習慣の取り消し手続きしてもええんやで。アホ言え。俺はそれ25年も続けとったんや。心配ないわ。ほんまやな。ああ。これは何や。また俺と差しで殴り合うんとちゃうんか。今日はちゃう。こいつらに相手してもらう。腹何倍も言わないしな。俺はお前が無所暮らしできるかどうかしっかりこの目で確かめさせてもらうわ。兄弟、お前ほんまに後悔せえへんな。何がや。俺とここでやり合わんかったら、もう一生殴り合うことないのかもしれへんのやで。それでもいいんやな。ああ、わかったわ。ほな、あんま時間もないことやし、さっさと片付けたろう。俺の今の力、目ん玉ひんむいてよう見とけや。どうや兄弟、これやったら無所暮らしも問題ないやろ。そんなん初めっから分かっとるわ兄弟。お前の強さは俺が一番分かっとんねや。せやったらなんでこないなことしたんや。昔のお前やったら真っ先に俺に殴りかかってきたはずや。せやのになんでや。それがあかんねや兄弟。え？俺はもう
お前の相手できへんのや。おいたんは俺の方や。登場会支える仕事ばっかりしとったらいつの間にか牙抜けてしもうた。もう俺の時代は終わったんや。何弱気なこと言うてんねん。兄弟らしないで。俺もヤクザや。強がっときたいっちゅう思いもある。せやけど自分のことは自分が一番分かっとる。これが現実っちゅうやつや。せやからお前には強いままでおってほしかった。今日はそれが確認できてホッとしたわ。真島、金金言うてもヤクザは最後は力や。力失った人間は力ある人間にその道譲らなあかん。冴島、お前は登場界の力や。絶対に強いままカムロ町に戻ってくるんやで。うん。ねえ、どっちが見送りしとんのかわからんわ。ほんまえ。お迎えが来たで。ああ。どうしました？珍しいですね。冴島の親分が運動時間中グラウンドにいるなんて。そんなことないやろ。それよりその親分ちゅう言い方、ええ加減やめてくれ。今さらいいじゃないですか、同部屋の馴染みなんてし。それに冴島さん、元は登場会の大親分さんだったって話じゃないですか。誰に聞いたんや？誰とかじゃなくて、かなり噂になってますよ。昔18人相手に一人で飛び込んでいった伝説の殺し屋だったって。シャバで有名だった受刑者の噂はすぐに広まりますからね。あ、そうそう、そういえばそろそろじゃないですか。何がえ？仮釈放っすよ、仮釈放。もう冴島の親分が入ってきてから2年くらい経ちますよね。そんなもんやな。確か親分の罪状は
障害で3年でしたよね。ならそろそろ仮釈放の許可が下りてもおかしくない頃ですよ。そううまいこと言ったらいいけどな。まあここの刑務官、特にあの副署長さんは冷徹な感じがしますからね。副署長？ああ、あの愛想ない刑務官のことか。まあお互い刑期も短いことですし、刑務官、特にあの副署長には目つけられないよううまくやっていきましょうよ。ああ、そういえばババちゃんが親分さんのことを探してましたよ。ババ？やだな、忘れちゃったんすか。同部屋のババちゃんですよ。ああ、あの若い兄ちゃんのことか。ババちゃん、なんか親分さんに相談したいことがあるみたいでしたよ。俺が相談なろうかっつったら、同業の人にしか話せないって断れちゃって。同業？ちゅうことはあいつも筋もん言うことか。ま、何の悩みか知りませんが、時間があったら話聞いてみてやってください。ババはどこにおるん？さあ、あ、大島さんなら知ってるんじゃないですか。あの人、運動時間中一歩も動かないでベンチに座ったままグラウンドの様子眺めてますから。わかった、聞いてみるわ。おお、冴島さんか。どうした、また鎮痛剤回してほしいのかい。いや、そんなんちゃう。たまには運動しとこか思てな。そうかい。ところで、まだ俺以外の同部屋のやつら知らないのか。この数ヶ月あんたがあの連中に目つけられてるってこと。ああ、話してない。巻き込んだらあかん思てな。あんた、あの連中から恨みを買うようなことでもしたのか。表にいた頃なんかあったとか。いや、覚えないな。俺がシャバにおったんが1年ちょっとやしな。それにしちゃ随分しつこくつきまとわれてんな。半年前、連中がここへ入所してきてからずっと揉め事があったわけでもないのにな。もしかしたら俺がいた組織に恨みある連中かわからん。そうか。だが気をつけろよ。最初はよくある喧嘩程度に思っとったが、最近は連中のやり口もエスカレートしてきてる。次は鎮痛剤じゃ済まないほどの大怪我負うことになるかもしれんぞ。前から気になってたんだが、あんたどうしてやり返さないんだ。あかんね。手出したらあかん事情があるんや。シャバの話か。俺は何があっても耐えて、一日でも早うここ出る必要がある。なるほどな。だから手を出せないってことか。だがこのままじゃ仮釈放まであんたの身が持たない。刑務官には相談してみたのか。いや。どうしてだ。副署長の高坂なら取り合ってくれるはずだ。厳しい男だが、反面悪事を見逃すような男じゃない。相談する価値はあるんじゃないのか。刑務官やら副署長をそない簡単に信用できへん。沖縄第二刑務所の話だな。俺も噂には聞いてる。確かにあそこならそういうこともあるかもしれん。だがここはあの刑務所とは違う。一度真剣に考えてみたらどうだ。考えとく。うわ、そういえば同部屋の若造があんたのこと探していたぞ。ババちゃんのことか。さっき日村にも聞いたわ。あの若造、出所後のことで悩んでんだよ。出所後？ああ、あいつがここに移送されてきてから1年が経つが、その間一度も面会をしに来たやつもいない。一度それとなく訳を聞いてみたんだが、そしたらあいつ突然泣き出してな。あのババがか。
どうやらあいつ組のために殺し合ったみたいなんだが、捨てられたようだ。なんやって？あいつ殺人やったんか？あの気の弱そうなババのことだ。きっと決死の思いで殺し合ったに違いない。でも組はあいつを見捨てた。まあヤクザの世界じゃよくある話なんだろうがな。ほな、ここに移ってくる前からもう長いことお勤めしとったんやな。二十歳で人殺して無所に入って10年だ。帰る家を失ったババにとってこの時間は大きすぎる。ババは数日中にも仮釈放が許可されるらしい。それで表に出た後何するのか悩んでるんだろうよ。そうか、そんなことも。あんたもそっちの業界の人なら似たような境遇の人間何人かは知ってるだろう。同部屋のよしみであいつの悩み聞いてやってくれよな。ああ、西島の兄貴。俺のこと探しとったみたいやな。日村と大島のおっちゃんから聞いたわ。あ、いや、それでしたらもう。どないして？なんや、相談したいことあるんとちゃうんか？大丈夫っす。もう断ってきましたから。断るって何故や？仮釈放っす。今、所長室で正式に辞退したいって返答してきました。なんやと？だってここ出たって何にもいいことないし。まあ今まで黙ってましたけど、実は自分もともとは北海道の組の人間でして。大島のおっちゃんから聞いた。殺し合ったんやてな。ええ、二十歳の頃です。当時組同士の戦争があって、それで当時俺の兄貴分が本家の直参やってて、もう少しで幹部に昇格できるってところまで来ていたんですけど、それでお前がその兄貴分の男に代わってやったと。はい、兄貴は自分が偉くなってすぐに俺が無所から出られるように手配してくれるって言ってたんですけど、それから何年経っても音沙汰なしで、最初は入った部署が関西だから面会に来れないんだと思ってました。でも 7,8 年過ぎたあたりからだんだん現実が見えてきて、ああもう俺捨てられたんだろうなって。ババちゃんあ、すいません辛気臭い話しちゃってでももういいんです、吹っ切れました。理由がどうあれ俺は人を殺した、だから報いを受けるのは当然なんです。10年勤めたところで俺の罪は消えるわけじゃない。それだったらいっそのこと最後まで罪に向き合ってみようかなって。ほんまにそれでええんか？お前ほんまは怖いんとちゃうか？表出んのが。西島の兄貴、実は俺もそうやった。無所で何年も飯食うてると外の世界が怖なってしょうない。そやけどな、いくらここにおっても罪は消えへん。一度心焼かれた人間は表出なあかんねえ。表に出て現実に踏みつけられて必死に生きて初めて罪の償いになるんや。そうやって
自分の生きる場所見つけるんや。どんな辛い道が待っとってもな。あいつら確か木工作業班の連中。何の用や。分かってんだろ。うちの班長が呼んでる。ちょっと顔貸してくれよ。何なんですかあいつら。西島の兄貴と何の関係が。お前は引っ込んどけ。なんだ後ろのガキは。ん、同部屋の若造か。そうか、お勤め中に忠実な兵隊スカウトしてるってわけか。こいつは関係ない。用あんのは俺だけやろが。まあいい、ついてこい。連れてきました、班長。一週間ぶりだな、佐江島。やるならさっさとせいや。そう怒んなよ。せっかくのお楽しみの時間なんだからさ。おお、あれだけいたぶってやったのにもうこんなに治ったのか。うわあ！くっ！始めろ。西島の兄貴。兄貴、どういうこっちゃ。これは木工班の釘原にやられたんだ。釘原って半年ぐらい前に入ってきたあの気持ち悪いハゲか。理由は分からんが、3ヶ月くらい前から西島は釘原のグループに狙われていた。週に1度か2度、運動時間中に呼び出され、継続的に暴行を受けている。大島の親さん、あんた前からそのこと知ってたんすか。一度西島が鎮痛剤が欲しいと言ってきてな。理由を聞いたんだ。なんで黙ってたんすか。こいつに口止めされていたんだ。同部屋のお前らにはこのことを言わないでほしいとな。くそ、最初から分かったら俺たちが釘原から守ることもできたのに。無駄だ。そんなことしたら俺らまで釘原に狙われるだけだ。それに西島は自らの意思で無抵抗を貫いているんだ。こいつがその気になればあの程度の連中相手にはなるまい。じゃあなんで西島のオイバンはやり返さねえんだ。なんか理由でもあるんすか。それは後世が。いや、副所長さん、これは単なる事故で、俺たちがやったわけじゃ。
連れて行け。はい。兄貴、ちょっと待てよ、これにはわけが。日村副所長、ちょっとこれはないんじゃないですか。食事だ。どうして手を出さない？副所長、なんであんたがここに。私の質問に答えろ。なぜ手を出さない？別に、ただ飯が喉を通らんだけ。飯の話じゃない、釘原のことだ。お前が釘原たちに暴行を受けていることは知っている。だがなぜお前はそのことを黙っているんだ。おとなしくしてれば仮釈放が早まるとでも思ってるのか。甘いな。私は理由はどうあれ、署内の風紀を乱す人間を模範囚として認めはしない。特に出所してからも裏社会に関わろうとしている人間はな。だが私も刑務官だ。むやみに暴行を受けている囚人を放っておくわけにもいかない。お前が釘原たちに暴行を受けないよう対処するくらいのことならできる。お前さえよければ刑期終了までこの懲罰房に置いてやってもいいんだぞ。私が所長に一言反省の色なしと報告すれば済むことだ。どうする？余計なお世話や。何？もし俺がここにおったら、同じ棒の人間が釘原たちに狙われてまうかわからん。同部屋というだけでもう仲間気分か。そんなんちゃう。せやけど俺やなかったら耐えられんで死んでまう。釘原の標的は俺でええんや。自分が標的になることで他に被害を出さないつもりか。これは私の推測だが、あいつらの狙いはお前だけだ。いくら釘原といえど手当たり次第暴力行為を重ねるようなバカな真似はせんだろう。つまりお前が耐えるだけ無駄ということだ。要件はそれだけか。食事が済んだらすぐに懲罰房から出してやる。それでいいんだろう。大きに。貧乏ゆすりやめてくれ。気になって仕方ねえ。すいません。西島のことが気になってんのか。気持ちはわかるけどよ、俺らじゃどうにもできねえんだ。それに懲罰房なら少なくとも3日帰ってこない。ゆっくり待つしかねえだろ。そんなことわかってるんですけど、なんかどうしても落ち着いていられなくて。そういやお前、冴島さんに相談があるって言ってたけど、話できたのか。うん、まあ。何の話だったんだよ。冴島さんにしか話せない相談だって言ってたけどさ、俺らにも教えてくれたっていいじゃねえか。それはその、なんだよ言えよ。出所後のことだろ。極道門にはここでと後もいろいろな事情が待ってるだろうからな。なんだよそんなことか。そういやお前そろそろ仮釈放だもんな。いいよな、今頭の中
夢いっぱいって感じなんじゃないの？いや、それがそういう感じじゃないっていうか、その断ったらしいじゃねえか、仮釈放の話。刑務官から聞いた。な、ま、マジかお前、嘘だろ。副署長との面談でまだ罪を反省できてないと言ったらしい。そんなこと言ったら仮釈放取り消しになるに決まってるじゃねえか。気でも狂ったのかよお前。どういうことなんだババ。西島の兄貴。おかえりなさい西島さん。懲罰房行きにしよう。随分とお早いお戻りで。はあ、ようわからんけど、副署長の男がすぐに戻れるように手配してくれたようや。副署長ってあの高坂が？署内の揉め事にはいつも厳しいあの男が、どうして？さあな。そやけど仮釈放を期待すなて釘刺されたわ。あの男、極道門が嫌いらしい。まあ高坂は厳格な男だからな。あんたがシャバの大物ということを知って、署内で下手に人脈を作らせないよう警告したかったのかもしれないな。しかしよ、そんな薬剤嫌いな副署長相手にわざわざ出所したくねえなんていうバカもいるんだから、ほんとおかしなもんだぜ。ババちゃん、やっぱり考えは変わらんが、明日にでも高坂に再面談を申し出たらどうだ。まだ正式に仮釈放取り消しの決定が下ったわけじゃない。改めて反省の色を示せば向こうも仮釈放を認めるかもしれない。ああ、もう辛気くせえな。せっかく西島さんが戻ってきたんだ、こんなバカほっといて、あ、もっとこうパーッと明るい話でもしましょうぜ。あ、そうだそうだ。なんやこれ、地図か？これは札幌の月見野の地図だな。ほら、みんな集まって。それじゃあ、いつの日かここから出られる時のことを考えて気分転換しましょう。気分転換？ええ、イメージトレーニングってやつですよ。いろんな想像巡らして頭の中で月見野に行った気分になって思いっきり遊ぶんです。ちっ、なんだそりゃ、ガキの遊びにもならねえじゃねえか。そう意地張らないで、やってみれば楽しいですってね。っ、西島さんもやってみましょうよ。おれバーバー、お前も来い。はい、いいですか。それじゃあみんな、月見野の街を頭の中で想像してみてください。会いに行くやけどな、俺は月見野をよう知らん。そういや西島さん、北の人じゃないですもんね。え、じゃあ来いな。どうです、俺が月見野に行った頃の話しますから、西島さんは俺になったつもりで思いっきり頭の中でそのシチュエーションを想像してみるから、きっと本当に遊んだような気分になるはずですから。まあええけど。それじゃあ行きますよ。
いらっしゃいませ。かしこまりました。失礼します。何頼みます？お疲れ様。冴島さん、どちらからいらしたんですか？月見野にはお仕事で？ああ。じゃあのんびり月見野で遊んでいけますね。うん、私仕事でカムロ町に行ってたことがあるんですよ。ん？はい、ちょっと稼ぎに。なあ。いえ、初めから3ヶ月くらいで帰ってくるつもりだったんで。そうか。それは友達の家に。こっちから上京して就職してる子がいたんで、その子の家に泊めてもらってました。なるほど。冴島さんもそういうのどうですか？うん、冴島さんだったらきっと似合いますよ。現地の人ともすぐに仲良くなれそう。うん、この後ですか？ええ、私もまだ冴島さんと一緒にいたいです。冴島さん、生まれは東京じゃないですよね？うん。やっぱり関西の人は言葉ですぐ分かりますからね。ほんなら。私は北海道生まれ、北海道育ちですよ。そうそう、ドサンコ。そうか。札幌です。ん？いえ、子供の頃からずっとそうですよ。北海道の子って訛りないんです。ん？今は普通にテレビで東京の言葉聞きますからね。おじいちゃん、おばあちゃんくらいかな。お父さん、お母さんも訛りないですよ。
多分。ひょっとして知らないってことはないですけど、ナマラとか。でも使わないんですよね。そうか。青森とか東北の人の方がメッサなまってますよ。せやな。西島さんだってなまってるんだから別にいいじゃないですか。どういう理屈ですかそれ。グラスが空ですけどどうします。え、いいですか。すごい、西島さん太っ腹。乾杯。お疲れ様。ですか。うん、私割と何でも好きなんですけど。ほんなら。私ね、海が好きなんですよ。なるほど。お寿司もいいんですけど、ウニ丼が好きなんです。ご飯の上にウニがぎっしり詰まってるのがいいんですよ。相島さんはお化けとか幽霊って信じます？ああ、あのね、私そういうのがダメなんですよ。私子供の頃から怪談とか本当苦手なんです。そういうの聞いた後は夜も怖くて電気消せなくなっちゃうんですよ。昨日たまたまテレビをつけたら心霊現象の番組やってて、おかげで今日は寝不足ですよ。な、なんか子供の頃に見たホラー映画のお化けがとにかく怖くて、それがトラウマになってるんだと思います。ではそうかもしれませんけど、実際に実物がいたら怖いじゃないですか。せやな。いやだ、ちょっと言わないでくださいよ。想像しちゃうじゃないですか。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。西島さん、じゃあまた後でね。you
いらっしゃいませ。バカみたい、聞いてくれ。バカみたい子供なのね。夢を追って傷ついて、嘘が下手なくせに、笑えない笑顔を見せた。I love you もろくに言わない、口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えたの。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ、あんたが好きで好きすぎて、どれだけ強いお酒でも歪まない思い出が、バカみたい、
良かったですよ。わかったわ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
どうです、案外いい気分転換になったでしょう。ったく、おめえさんの話はどれもこれも嘘くさくてかなわん。全部本当なんですって。それにせっかく想像するならそのくらい夢がある話の方がいいでしょう。どうあがいだって俺らがシャバで飲んで食って遊べるまでにはあと数年はかかるんですからね。俺らにだって生きることを楽しむ権利はあるんです。死ぬまでここにいるってなら話は別ですけど。だから今ここでこうして耐えて身を洗ってシャバの楽しいことを目いっぱい考えて明日が来るの待ちましょうよ。楽しいシャバが待ってる。だから早く罪を償ってここを出たい。そう思う方が囚人として健全ってもんじゃありません。そうだな。ここにいるだけが俺らの人生じゃない。無期懲でもない限り俺らはここから出て最後はシャバで死んでいくんだ。だから俺たちも早くシャバに帰りたいと思うようにしねえとな。にっ、そうやな。あの、冴島さん、俺冴島さん、今日は朝から診療所で治療だったはずじゃないですか。そうだ、今日は作業も休みのはずだろう。ただでさえ木工班の連中にやられたばかりなんだ。あまり表を動き回らない方がいい。治療やったらもうすんだわ。それよりババちゃんどこ行ったか知らんが。さあ、どこ行ってんだか。え、もしかしてそれを気にしてわざわざ運動場に。ちょっと気になってな。あんたが気にしてるのはババの仮釈放のことだろう。安心しな。今朝あんたが診療所に行った後、ババが直接副所長の高坂に頼んで、今ちょうど再面談をしてるとこだ。え、それ本当ですか。ああ、ババのやつやっと吹っ切れたらしい。ちゃんと仮釈放してシャバで生きていくことを決心したようだ。そうか。いやー、そりゃよかった。あいつ相当悩んでたみたいだから、このままここに居残るのかと思ってましたよ。ババのやつ言ってたよ。ここで無駄に飯食ってるだけじゃ罪は消えない。だから厳しくても表に出て現実と向き合って、そして罪を償うってな。臆病になっていたババを勇気づけたのはあんたなんだよ、冴島。あれ、副所長だ。ってことはもう面談終わったんじゃ。ん、それじゃあババのやつどこ行ったんだ。俺ちょっと刑務官に聞いてきます。どうだった、もう面談は終わったのか。それがババの面談1時間以上前に終わってるらしいっす。なんだと。ほんなら奴はどこ行ったんや。
あんた、うちの坊によるババ知っとるか？ああ、あいつ知ってる。さっき見たよ。ほんまか？どこに行ったかわかるか？最近入った気味悪いやついんじゃん。釘原だっけ？あいつらと資材置き場の方行ったわ。結構前だけど。ババちゃんが釘原と？西島さん。西島、ババなんだが、どうやら釘原たちに。ああ、俺も今聞いたとこや。あいつら、お前だけじゃ飽き足らずババにも手を出してきたってことか。クソ、あいつら。とにかく急いで資材置き場に行かな。こいつやりやがった。痛えよ。違う、俺じゃない。どうした？こんなところで何をこそこそやってる？こいつがいきなり大技を刺したんだよ。痛えよ。何？ババちゃん。ババ、お前がやったのか？違う、俺じゃない。俺じゃないんだ。何？じゃあその手に持っているものは何だ？こいつ、いきなりそれで俺の足を。違う。これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババ、お前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのに、バカなことをしたもんだ。なんやって？俺じゃない、俺じゃないんだ。兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。ババちゃん。大変なことになったぞ。ババちゃんがあんなことするなんて嘘だろ。当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ。そんな奴が自らケーキ伸ばすような真似するはずがない。ですよね。西島、あんたどう思う？いずれにせよわからないことが多すぎます。誰か詳しいことを知ってないか聞いて回りませんか？せやな。
いえ。西島さん、どうでしたか？そうですか。結局、馬場がやったという証言はなかったが、やってないという証言もなかったな。けど、せやったらあの刑務官らも馬場を犯人扱いできへんやろが。どうかな。ん？被害者本人が馬場に刺されたって言ってるからな、直接証拠としては十分って気もする。直接証拠？ええ、馬場ちゃんが刺したという目撃証言や被害者の証言とか、馬場ちゃんが犯行した事実を裏付ける証拠のことです。はあ、でもそれだけじゃババがやったって証拠にはならないんじゃないのか？もちろん。でも俺らも刑務官もみんなババちゃんが凶器持ってたことは見ています。つまり直接証拠を裏付ける間接証拠もあるってわけです。言い逃れは苦しいでしょう。日村、その知識一体？せやけどババは自分はやってへんって言うとるやろが、自分らそれ信じへんのか？馬場を信じるなら刺された連中の方が嘘をついているということになるが。当然その可能性もあるでしょうね。だが今はそれを証明する事実が何一つない。それじゃあどうしようもないということか？いや、手はありますよ。なんだ？馬場ちゃんが刺してないっていう証拠を集めるんじゃなく、逆にあいつらが嘘をついてるって証拠を用意すればいいんです。嘘の証拠？ええ、俺の読みじゃあの凶器、あれは刺された連中が用意したもんなんじゃないかと思ってます。あんな木彫り用ののみ、木工犯じゃない馬場ちゃんに用意できると思います？確かに。だが相手が持っていた武器を馬場が取り上げて刺したって可能性もあるだろう。ええ、でも逆にそこがおかしいんです。あの時刺された男は馬場ちゃんがいきなり刺してきたと言っていた。いきなりってことは武器を奪われたという事象の否定、つまりあの凶器は馬場ちゃんが用意したものであると被害者自ら断定してるんです。なるほどな。そしたらあの凶器の出所探って、馬場が用意でけんかったっちゅうのを確かめたらええんやな。そうです。それが証明できれば被害者の証言を否定することができる。そうなれば少なくとも馬場ちゃんが犯人であることも同時に否定できます。うん、日村。はい。さっきから気になっていたんだが、どうしてお前そんなに証拠やらなんやら詳しいんだ？はあ、やっぱり気になっちゃいます。このこと内緒にしておいてほしいんですけど、実は私昔道警の刑事なんかをやってまして、しかも一課の。え？刑事やと？なんで刑事が無所におるんや？まあそれは職業柄いろいろと誘惑がありまして、つい、いわゆる汚職ってやつに手を染めてしまったと言いますか。なんで隠してた？そりゃ刑事といや犯罪者を逮捕する仕事でしょ。刑務所の中で元刑事だなんてバレたら受刑者たちからリンチされるのは目に見えてますよ。そういうことか。収賄罪で幸い刑期も短いし黙りで行こうと思ってたんですが、
同じ棒で一緒に飯食った仲間の窮地ですからね。黙ってるわけにもいかないと。なるほどな。見直したぜ。で、具体的には何したらいい？ババちゃんが手に持っていたあののみがどこにあったものなのかを調べるのが一番の早道でしょう。よし、ほんならそれを調べて回るか。そうですね。手分けして情報を聞き込みしましょう。聞き込みか。まるで刑事の口ぶりだな。さあ、気合い乗ってきた。やりましょう。ああ、
結局凶器ののみが木工班のものだったってことは分かったが、それが誰のものかは分からずじまいか。直接のみを見ることができたら誰の使ってるのみか分かるもんなんやろうか。とはいえあの凶器ならババと一緒に刑務官が持って行っちまっただろう。そうなんですよね。あれさえ見せてもらえれば出どころの調べようもあるってもんなんですが。どないする、刑務官とこ行って頼むしかないか。そこまでお人よしじゃないでしょう刑務官も。行ったら最後3人揃って懲罰房に入れられるのが関の山です。ほんならどうすんね。仕方ねえ、やるか。え、やるって何よ。盗むってことだよ。盗むって、大島のおやっさん、あんた自分の言ってることの意味分かってます。ああ、ここはシャバじゃないんですよ。刑務官から物を盗んでバレたりしたらそれこそ懲罰房どころじゃ済みませんよ。下手したら刑期延長も。安心しな、この俺がそんなヘマやらかさねえって。おやっさん、あんたまさか。窃盗数15,000件超、逮捕歴ゼロ、背広の平八郎とは俺のことよ。知ってる、刑事課に配属された頃盗難係ですでに伝説と言われてた大泥棒だ。もう一体してるって話だったけど、まさか実在したなんて。そんな大泥棒がなんで無所に。逮捕歴ゼロなんやろ。自首したんだ、60歳の誕生日にな。自首？ああ、ずっとカミさんに隠してたんだ盗みをやってること。毎日サラリーマンのふりして背広を着て家を出ては盗みを繰り返していた。だから背広の平八郎だが、俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰るとカミさんは家からいなくなっていた。どうして？まさか親さんが盗みやってんの知ってショックで自殺したとかですか？バカ野郎、そんなんじゃねえ。盗まれたんだよ、別の男に。笑うな。盗みをやり続けた俺が一番大事なもん盗まれ続けてたことに気づかなかった。だから俺はそんな自分が嫌になって自首したんだ。人に歴史ありやな。極道組織の大親分に伝説の泥棒、それに刑事。本当、人生どこでどんな出会いがあるか分かったもんじゃないですね。もう二度と盗みはやらねえと誓っていたが、ババのためなら仕方ねえ。きっちり俺が刑務官とこからあの凶器盗んできてやる。任せたで。ああ、それじゃあ凶器の方は大島さんに任せましょう。俺らはどうする？少しでも証言を集めましょう。今釘原の一味も全員刑務官に事情聴取を受けてますから自由に動けますしね。証言を集め終わったらここに合流するということで。分かった。
待ちなさい。止まりなさい。待ちなさい。待ちなさい。止まりなさい。止まりなさい。止まりなさい。冴島、どうやった？俺にかかればこんな山へでもねえよ。ほんなら、ああバッチリだ。さすが背広の平八郎。バカ、でかい声出すな。すんません、つい。日村、お前本当に元刑事なの？いや、これでも署では切れ者で通ってたんですがね。で、のみは誰のもんだったんですか？予想通り、あいつのだったよ。134番、あの釘原の番号です。ああ、早速この件を高坂に。待ってくれ。どうした冴島？そんな怖え面してどうした？なんでババに手出した？お前の標的は俺のはずや。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたのはこっちの方だろうが。かわいそうに大和田の野郎、あれじゃ足に後遺症残るぜ。とぼけんのもええ加減にせ。おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたもババと同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。ババが大和田を刺したっちゅうこののみ、お前のんやろ。木工の作業所からお前の道具だけきれいになくなっとったわ。ババを脅して無理やり連れ出したいうことも分かっとる。さあ観念して白状したらどうや。バカが、あんなクズ一人助けたところで何になるって言うんだ。お前の仮釈が早くなるわけでもあるまいに。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるやないか。ババちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それをお前が台無しにしたんだ。あいつもおとなしく言うことを聞いてればこんな目に遭わずに済んだってのに。生意気に反抗するからこんなことになるんだ。どういうことや。
ババに言ったんだよ、昨日の夜。佐江島が懲罰房から帰ってきたら寝首をかけってな。なんやと？ただでってわけじゃねえ。ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。確かあいつ組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよな。お前だが、あいつは断った。人が親切に仕事世話してやるって言ったのによ。だから呼び出してお仕置きしてやったのさ。仮釈取り消しのお仕置きをよ。教えてやろう、あん時本当は何が起こってたのかをな。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこにババのやつがやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみをババに渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。あとはお前も知ってる通りだ。お前クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴、佐江島、お前。立てや。やっと手出したな。早よ立て言うとんのや。望み通り、いくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけで切れやがって。じゃがましが、お前に切れとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。なんだと？俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん。それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ、何が若頭じゃ。兄弟や思える男見捨てていけるほど俺は人間できてへん。知り弟の痛み体で味わってもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。さあ楽しもうぜ。何がおもろい？この勝負、俺の勝ちだ。ん？全囚人が見ているこの状況、言い逃れはできねえぜ。
てござったが、これで俺の目的は達成できたってことだ。何の話？俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。催事前の復讐じゃないのか。復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、冴島大我、あんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを。お前、そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺の刑期伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと。一体誰の差し金や。またお前たちか。冴島。副所長さん、聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか。はい。これで仮釈放はなしだ。あと1年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほらこっちに来い。